今日のマーティー君、マーティー君の寝床はね、ここですね。ハリスツイードっていうところのやつ。もう結構ね、噛みまくっちゃってるよね。はい、マーティー君元気ですか？マーティー君、はいはいはい。これあげたいなと思います。これ栄養剤みたいなやつね。まあおやつだね。指にとって、はいどうぞ。おいしいね。元気いっぱいです今日も。はい、じゃあ本編どうぞご覧ください。はい、こんにちは、まえちゃんねるまえです。今日はこちらですね。うん、メタルファイトベイブレードのエルドラゴデストロイ FS です。はい、ということで昨年購入してましたね、このメタルファイトベイブレードのエルドラゴデストロイ。このメテオエルドラゴ、うん、この進化系だね。そうだね。うん、早速開けていきましょう。はい。はい。あ、ランチャーも入ってんね。うん。あー、そっか。じゃあ、ステッカーなど貼っていきましょう。はい。はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがエルドラゴデストロイ FS だね。うん。すごい、これ左回転なんだけど、それだけじゃなくてこのボトム、うん、これがすごい面白いね。これファイナルサバイブっていうらしいんだけど、最初は超攻撃モードで暴れ回るんだって。他のベイにぶつかるとこの下のね、突起が出てくるんだって、うん、で持久モードになるんだってさ。おメテオエルドラゴと比較するとこんな感じですね、うん、すごい大きくなったね。そうだね、そしてかっこよくなったね。デザイン的にはまあ変わらないかなって感じね、うん。で、こちらにはライトランチャー L、これついてますね。ちょうど左回転のランチャーなかったからいいのかも。あれ硬いこれ。硬い。お湯で戻してあげないといけないかもね。うん。じゃあ今日は紐でやりましょうか。はい。じゃあ、しんくん、エルドラゴデストロイ、シュートしてみてください。はい、こうして。おーおーおー。ああ、やっぱり出ちゃうぐらい暴れるんだ。うん。じゃあ早速対戦していきましょう。まず私はメテオエルドラゴでいきます。はい、僕はエルドラゴデストロイ。C2 は5ショット。あ、うわ、一気に終わってしまった。C2 は5ショット。5ショット。 C2 は5ショット。あー、じゃあ続いて私はダークポルスでいきます。きた。 C2 は5ショット。おっと、すごい。あ、時給になった。これ時給対時給だよね。うん、さあ、あ、いい感じ。音がいい。ツンって感じだね。うん、どうなんの？すごいね。ダークボール意外と安定してるね、やっぱ。うん。丸いからね。いけるんじゃない？あれ？いける。ダークボールいける。エルドラゴも十分スタミナ。よいしょ。これ同時かな。 C2 は5しておっしゃ一発。 C2 は5しておっ。じゃあ続いて私はストーンペガシスでいきます。 C2 は5しておい、おい、はい、細かい。おっ、意外と、はい、それ。あー、来た、スタミナ。おー、またお、いや、意外とストーンペガシスが頑張ってる。あ、いけるんじゃない？あれ？おい、大丈夫？おい、よいよい、勝った。 C2 は5ショット。 C2 は5ショット。おー、いいね。この戦いが一番面白いな。あ、いけ、おっしゃー。はい、続いて私はギャラクシーペガシスでいきます。C2 は5ショット。おっと、おっと、おっと、おいし。 C2 は5シェフ。おー、すごい。 C2 は5シェフ。おっ、おっ、おいけ。ビッグバンペガシスでいきます。はい、出た。 C2 は5シェフ。さあ、掘りたい、掘り。ちょっと失敗しちゃった、パパが。いい。ミスったけど、まあでも当たらずに待機という方法もある。いやー、こっちはまだ。お、ファイナルドライブ。さて、まだこっちの。ほら、来た。あ、時給になった。サバイブ。ファイナルドライブ対ファイナルサバイブか。あれ、失敗したのに勝てるんじゃね。勝っちゃった。 C2 は5シェフ。うわー、 C2 は5シェフ。うわー、よっしゃ。はい、ということで今回はメタルファイトベイブレードのエルドラゴデストロイ FS でした。
はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そして、今日のおすすめ動画はこの辺に出てますのでぜひチェックしてみてください。それとチャンネル登録はこちらからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。